おはよう。今日もいい天気だね。それじゃ、そろそろ行こう。札幌の高校生の一般的なデートコースとしては、まずは日帰りで小樽、その後ちょっと親密になったら函館に一泊っていうのがパターンなんだよ。あ、もちろん今日は日帰りだよね。お父さんの許可がないと外泊はダメなの。うちのお父さん厳しいから帰りが遅いと函館まで探しに来ちゃうんだよ。だから泊まりはダメ、絶対だよ。もう脅かさないでよ、焦っちゃったじゃない。あ、そうだ、この近くにアウンドっていうライブハウスがあるの、ちょっと付き合ってね。ここがアウンド、函館のアマチュアバンドなんかが演奏してるライブハウスなんだよ。ここから出発して今では日本武道館をいっぱいにするくらいに成功した人たちもいるんだよ。いつか札幌のメッセホールも川原あゆがアマチュア時代に演奏した場所なんて言われるようになるかな。うん、私頑張る。付き合ってくれてありがとう。それじゃ、あなたの行きたいとこ行こう。私温泉って大好きなの。ねえ、早く入ろう。ララ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 。やっぱり温泉っていいよね。それじゃあ次はどこ行く？あ、五稜郭タワーだ。高いところ好きの川原としてはちょっと素通りできない感じよね。行ってみよう。春になるとね、ここの公園は桜で満開になるんだ。なんか不思議だよね。桜はきっとこの雪の下で自分の出番が来るのをじっと待ってるんだよ。桜の花が咲く頃、また一緒にここに来たいね。約束しよう。来年かもしれないし、再来年になるかもしれないけど、桜の咲く頃、またここに来るって。さて、そろそろ次の場所行こうか。会えない時に書いた曲は
全部寂しい歌ばっかり。でも今夜はきっと楽しい曲が書けそうだよ。こんな風に二人っきりで会える日をずっと待ってたんだ。でもこのまま私の中であなたの存在がどんどん大きくなっていったら、私どうなっちゃうんだろう。それがちょっとだけ怖いんだ。ここ元町一番館っていう喫茶店なんだ。ババロアが美味しいんだよ。中に入ろう。これね、ババロア北海道フルーツ添えって言うんだ。見て、北海道の形してるでしょ。ここが今いる函館。札幌はこの辺だよ。下にあるのが襟裳岬。何もない春ですっていう歌があるけど、景色が綺麗でいいところよ。上の部分が宗谷岬。宗谷岬も歌になってるよね。さて、ここで問題です。この岬は何岬でしょう。正解！地理に詳しいんだね。知床岬は浜那須のサッコロを思い出しておくれっていう歌にもなってるよね。考えたら北海道っていろんな場所が歌になってるよね。それだけ印象的な土地が多いのかな。北海道出身のミュージシャンが多いのもそれと関係があるのかもね。私最近本で読んだんだけど、デビュー前のビートルズもオーディションに落ちたことがあるんだってね。でもさ、それでもあんなに有名なバンドになったんでしょ。だから私ももっと頑張って自分にしかできない音楽を作っていきたいんだ。でもビートルズを落とした人たちってその後どうなっちゃったんだろうね。全然反省しないで偉そうに音楽評論家とかやってんのかな。評論家なんていつも後出しじゃんけんしてるような人たちだよね。売れたものに対してはこれはこういう理由で売れたなんて偉そうに分析するけど、そんなに頭がいいんだったらこれから売れるものをちゃんと予言すればいいのにって私いつも思っちゃうんだ。デタラメの語源って知ってる？デタラメ、つまりサイコロを振って目が出た後にやっぱり3が出たとかいうことなんだよ。そういう意味で言ったら評論家の言ってることなんて大抵はデタラメだよね。うん、実は地元のミニコミ誌に結構きついこと書かれちゃったんだ。自己満足の歌詞とかおままごとの演奏とか、私いい気になってないと曲を作れないタイプだから、あれ読んでしばらくはギターに触る気にもなれなかったな。見当違いのお世辞ばっかり言われるのもあんまり気分良くないけど、全否定するような評論も勘弁してほしいよね。あ、もうこんな時間だ。ねえ、函館山の夜景見に行こう。函館観光はやっぱりこれで締めないとね。あ、見えた。あれが函館の夜景だよ。綺麗だよね。なんか身も心もすっきりする感じ。嫌なこととか忘れちゃいそうな景色だよね。この明かりの一つ一つは、例えばヤバい金融会社の看板かもしれないし、エッチなお店のネオンかもしれないし、でもそういうのもひっくるめてこんなに綺麗な夜景になってるんだね。いいことも悪いこともひっくるめて素敵な人生になってればいいな。あなたって
思議な人だよね。一緒にいるといつも綺麗なメロディーが聞こえてくるの。家に帰って一人であなたのこと考えてると素敵な歌詞のフレーズとかたくさん思いついちゃうの。作曲なんて自分にはできないってそう思い込んでたのに、あなたに会ってから私自分の歌を歌いたくなった。そういう触媒みたいな能力があるのかな。それとも私の心の問題なのかな。オーディションの時に歌った大好きっていう歌、あれってあなたのことを思って作ったんだ。今でもその気持ち変わってないよ。私あなたが大好き。いよいよ今年最後の大イベント、イルミネーションカウントダウンが始まります。皆さん準備はいいですか。画面正面にあるディスプレイにご注目ください。あのね、私デビューが決まったんだ。あなたに真っ先に言いたかったから。うん、でもこれからだよ。一生見続けていくから。夢は夢なんだもん。